強がりだらけの別れの会話から2年経ちました。今入りました。心のどこかでやり直そうということは待っていたのかも。人に聞かれてもあなたのことなんて僕に忘れたと。あなたと過ごした頃と変わらない、いじっぱり同じなの。誰よりも